皆さん、こんにちは。セレッソ大阪サカイガールズの北原シカです。自分が子供の頃は外で運動することが好きだったので、毎日のように外で遊んでいるような子供でした。小学生の頃、所属していたチームは男子チームで男の子の中に混じってサッカーをしていました。よくしていた練習は基礎的なことが多かったんですけど、 中でもコーンを使ったドリブルの練習が多かったです。苦手だった練習は1対1で、得意だった練習はシュート練習です。私たちは今活動を自粛していますが、コーチを含めチームみんなで電話でミーティングをしたり、家で筋力トレーニングや 体幹トレーニングをしながら過ごしています。なので皆さんもできる限り外へ出ず、家で家族のお手伝いや勉強などをして過ごしてほしいのと、家の中でも楽しめることがたくさんあると思うので、ぜひそれを見つけて家でも楽しんでほしいと思います。